皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西直です。今週は福島県にありますグランティ那須白川でダンロップ福島オープンが開催されます。僕の大好きなコースでもあるので、ぜひ注目してもらいたいなというふうに思います。今日はね、僕の、ここの大好きなホール、注目ホール10番ホール、そして18番ホールをですね、僕の解説付き、そして小西平プロの解説付きでお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。ナイスショー。ダフったね、この音。この音ダフったね。ナイスショー。ナイスショー。今週からシム2ハイロフトに変えました。なぜかと言うと球が低いから。ナイスショー。ありがとうございます。行ってきます。セカンド地点にやってきました。セカンド地点は、はい、おそらくね200、ここからだとちょっとティーショットね当たり良くなかったので200ヤードぐらい残ってます。ここはですねグリーンに傾斜もありますので、いいショットすれば勝手に寄ってくるというコースなので、ロングアイアンでも全く関係ございません。というわけでセカンドショット行ってきます。203ヤードなので、5番アイアンで打ちたいと思います。もうちょい、今のはちょっと手前だけどまあまあいいんじゃないですか。はい、これで小佐平選手おー深いねラフ。今深いっす。ちょっと今ちょっとボールもう一回置いてみて。そこからほんほんバン来て、おお、こうなっちゃうよね。今打ったところなんで、これ。今打ったところなんで、あ、そうっすよね。で、これ何番アイアンで打つんですか、これ。これ6番で打つんです。6番アイアンで打つんですよね。じゃあもう一回、いいっすか。いいっすよ。おお、やっぱ、こっちからは全然いかんね。やられちゃうね、はい、こういう深いラフの時って何を意識するんですか。球を上に上げたい。あ、でしょうねでしょうねですよね、はい、っていうか、はい、あのちょっと話されていいですか、はい、ツアー選手権、はい、優勝争いしてましたよ。え、はい、してましたよね。してましたね。してましたよね、はい、3日目、3日目の13番ホールぐらいまで、はい、何があったんですか。13、14で連続バーディー来て、はいはいはい、はい、あーこれ来た思って、でそれ何位ぐらいまで行ったの。これそれで3位とかまで、トータル4アンダーまで行ったんで。そうやんな、だって涼介と3打差ぐらいまで行ったよね。はい、その時点で来た思って、来た思って、はい、ああこれもう一回これ来たぞーって行ったろう思ったんですかね。うん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 、ドライバーで打ったら左バーン行って、うん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 、いけるやろ思ったら、うんうんうん、OB でした。いやでも、はい、やっぱそういう大きい試合 で、ね、しっかりとそういうそのさ、今は若いんやから、はい、まあ、若いから早く結果残せっていう人ももちろんいるよ、はい、いるけど、そういう風にいっぱい経験してさ、そうです、ね、これで分かったやん。そうですね。でもあの14番の、うん、あの打ち下ろしの、うん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 、真ん中に木があるところは、うんうん、4日間通したらやっぱドライバー持つべきだったんか持つべきじゃなかったんかっていうのは、うんうん、きっと悩んでますね。おー、いいね、はい、じゃあさ、来年は4日間、はい、やった時に、
どういう風に攻めようっていう、こういう風な結果が起きないとさ、分からへんわけ、はい、そういう意味では、はい、いい経験だったんじゃないですか。 その経験を生かして今週頑張りましょうよ。頑張りますね、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。近いよね、近いよね、それ近いよね、近いよね、近いよね、それね、マジでダフったよねダフってないですかなかったことにしてるよねすいません届いてないですよね、これまあ、今日は練習ラウンドなのであそこに切ってますが、まあ、おそらく左奥とかに切ってくると思うんですよね。そうなったら場合はこのピンポジションを想定して低い球で攻めるのか、ちょっと高い球で攻めるのか、こういうのを想定してどっちの方が確率高いかっていうのをね、やっていきます。福島オープン18番ホール549ヤードパー5、今年も、ダンロップさん、そしてたくさんの企業様がスポンサーしていただいてます。本当にありがとうございます。この18番ホールパー5はですね、今まで数々のドラマを起こしてきました。今年は僕がドラマを起こせるように頑張りたいと思います。それでは、だから先に言わないでよ、行ってきます。